こんにちは、お元気でしょうか。この前に現れたかなりのインパクトの事件が近いうちに起きるだろうというよ。レガシー派閥が廃棄されたユニットを復帰させる目的であったにもかかわらず、もともとの計画にはこのユニットの復帰はなかったそうです。まあ、理由は当然でしょうけどね。戦車は騎兵系ユニットの中で最強の突破力を持っています。機動力も飛び回るコウモリや鳥などを除けば最も速く、戦車砲で交戦前から強力な火力で敵の陣形を崩すことが可能です。 HP も最上級なので敵陣を被害なく襲うことに特化しています。他の巨大ユニットも持つ長所ですが、状態異常の攻撃をするユニットにとても強い方です。抵抗力と速い移動速度を利用して異常効果が有意義なダメージを与える前に戦闘を終わらせることができます。他の巨大ユニットを相手にしても、独歩的なスタッフで大部分簡単に勝利する方です。特に、機動力の面で圧倒的なメリットを持ちます。戦車は主に近距離から他の騎兵のように突進したり、砲台を回して攻撃するですが、範囲、ダメージ、攻撃速度ともに抜群なので、どんな状況でも強力な威力を出すことができます。砲弾なしに近接戦だけでもほとんどのユニットにとっては圧倒的です。Parry this, you filthy casual. Oh shit.また、電車は他のユニットより阻止するのがずっと難しいです。ノックバックに対する耐性が相当で、移動速度も速いので一般的な手段では突撃を阻止することができません。より弱い遠距離ユニットと戦うときさらに浮き彫りの動きを一瞬でも止めることができないので、ほとんどの歩兵ユニットにとって生存する時間は戦車が前に到着するまでが全てです。I'm sorry. You're dying.ある意味では当然でしょうが、電車は最も射程距離が長いユニットでもある。シミュレーションマップの格子を基準に、戦車は約120件の射程内の敵に射撃が可能で、その後によってバリスタとデッドアイがそれぞれ107、89件の射程距離となっています。この2つのユニットとも、長い射程距離が最大の強みだったということを考えると、他のユニットたちには克服できない距離です。もちろん、こういう戦車も弱点は明らかに存在します。戦車はゲームで最も強力な最強のユニットです。すべての面で完璧で、どんな方法でも対処が不可能。ヘビー級チャンピオンたちの対決です。価格の両ユニットともに6000ポイントで同じです。2人とも斬新で敵陣を簡単に崩壊させる戦闘力を持っていつも電車の方が先制攻撃をすることになりますが、氷の巨人は体力的に優勢なので容易に応えることができます。巨人の息遣い攻撃は戦車に大きな影響を与えないと。戦車の突進は攻撃のためには持続的な接触が必要な反面、巨人は一瞬莫大な量の威力で撃ち下ろすことが可能です。両者とも近接戦能力が強大であるため、戦闘は大体短く終わる方です。そのため瞬発力とスタミナの高い巨人が有利です。とても軽微な優勢ですけどね。シューター戦なら少し変わってきますが、射程距離も長く、火力も強いので、騎士と一緒に使うことで、近接戦能力と汎用性を放棄し、強力な工場兵器として運用することもできます。
総合評価果たして必要でしょうか。タンクなんですよ。なんだあれ。お前はもう死んでいる。何？スーパーボクサーはものすごい攻撃速度を持つ近距離ユニットです。チャリオットみたいに速くはないけど、他のユニットに比べて移動速度もかなり速く、 HP も非常に高いので、ほとんどの状況で大活躍が期待できます。 You are weak! I am you!スーパーボクサーは近接戦なら1対1の決闘でも多数戦でも常に他のユニットを圧倒することができます。もちろん値段は高いですけどね。スーパーボクサーの TPS は接近を許したのならどんなユニットにも致命的です。さらに自分より HP が4倍も多いチキンマンマンを相手に勝利することもできます。対角は平凡な水準であるにもかかわらず、ノックバックに対する抵抗力はかなりのものです。もちろん遠くから撃ち込む工場兵器を一人で除去するのは無理です。それでも高い体力と速い移動速度で相当長く時間が稼げます。この時他のユニットで簡単に兵器を処理することができます。スーパーボクサーの意外な弱点としては盾です。ステッドは高くても確かに原骨なので、リーチと攻撃面積はかなり落ちる方です。盾はスーパーボクサーの攻撃を完全に無効にすることが可能です。もちろん側面や後方を攻撃されることには無力で、盾兵たちだけでスーパーボクサーを制圧することはほぼ不可能だが、比較的少ない損失でかなり長く足を縛っておくことができます。素早いペースの戦闘が持ち味のスーパーボクサーにとってはかなり大きなカウンターですね。スーパーボクサーは価格はとても高いですが、それだけ莫大な戦闘力を保有した強力なユニットです。こういうスーパーボクサーに一人で勝てるユニットはあまりないんですが、その中の一つ。昔とそんなに変わったことはありません。でも一つ注目すべき点は、もうパンチが爆発します。 Bro, you're not Superman. Now get out. Nigga, that ain't even hurt. I delete that video, bro. Oh, bro,、yeah. what? Now get out. Wait, how did you do that by punching me? Yeah, pick. 基本攻撃以外にも新しい能力を得ました。継承するときはいつも敵の中心部に入るため、相手陣形を完全に瓦解させることが可能です。ただダメージは衝撃波の大きさにもかかわらずビビたるものです。またスーパーボクサーは遠距離攻撃手段がないので、遠くへ飛んでいった敵がかえって復兵になる可能性もあります。Why are we still here? Just to suffer.盾兵との相性も改善しました。近接攻撃は防御を容易に迂回でき、たとえ包囲されても新しい能力ですぐに抜け出すことができます。スーパーボクサーは遠距離攻撃に対応策があまりなかったんですが、この回避能力は威力は高いが装填が遅いユニットを相手に非常に効果的だが、連射速度が速いユニットに対してはほとんど無意味です。スーパーボクサーの弱点はこの点から始まります。ユニットの価格がすごく高いのに対して、そのカウンターはずっと安いですから。例えば、ガトリングの価格は2000ポイントにしかなりませんが、1万ポイントのスーパーボクサーはガトリング1錠相手に何もできません。他のユニットの中でも似たようなケースがあるんですが、スーパーボクサーにはゲームで3番目に高いユニットであるだけにはるかに致命的です。もちろん強力な能力とステップで敵を簡単に圧倒することはできますが、いつも高い価格が問題です。その価格に比べればステップはあまり高い方。だけでも損失が大きくなりますから。
従って収支が合わない場合がほとんどです。強力なユニットであることは確かですが、相性とコストパフォーマンスでかなり低評価されたりもする方です。回避能力だけ少し改善されたらちょっと良くなるかなと思いますね。ダークペッサントは最も価格が高いユニットで、とても壊滅的な力を持っています。地面から赤黒いトゲを召喚して攻撃するが、ほとんどのユニットを一度に即死させることができ、敵の足元から飛び出るため絶対に攻撃を発しません。また、一度貫通すると地面から持ち上げられるので、攻撃を耐えても元の位置に固定され、すぐに無力化されます。相手がどんなに速くても構いません。最も高いユニットとして強力な能力と多くの HP を持っていますが、一つ落ちる点はあります。HP は丈夫だが、平凡な体格のためかノックバックに対してかなり弱い方です。トゲシ召喚は強力だが、射程距離はほとんどの遠距離武器より短いため、距離が離れていれば十分な数のユンデや獣士たちで安定的に対処することができます。ダークペサントの一番大きいカウンターといえば、バリスタが最も効果的です。M16 の圧倒的な火力と阻止力で優勢を占めることができ、高超兵器全パターンが距離を維持できれば接近を阻止するのにそれなりに効果的です。なんか中盤から高いだけでずっと安いユニットたちに負けたりするポンコツだと紹介されたようですが、別にそうではありません。もちろん一部のユニットに異常に弱いのは事実ですが、敵が射程内に入ってきた時、ダークペッサント一人で行える破壊の規模は他のいかなる手段であれ大体不可能なんです。ダークペッサントは今回大きい変化を経験しました。トゲの代わりに超能力で敵を持ち上げて投げるのですが、 DPS は以前より低くても攻撃の範囲と制圧力ははるかに強力になりました。前と違って範囲内の全ての敵を同時に攻撃するのだから、大規模の軍隊を相手にするとトゲよりもはるかに効果的です。敵の数が多ければ多いほどより強力になりますよ。攻撃自体が敵を持ち上げるものだから強力な無力化能力も相変わらずです。一つ違う点は、前はトゲで元の位置に固定する方式だったら、今回は効果は似ていてもあっちこっち飛んでいくから、味方ユニットに被害を与えるかもしれませんね。また、もう飛び回ることができるから、機動力もたくさん増えました。そのおかげで新しい能力の射程距離が転居より短くても、似たような威力を発揮できます。それだけでなく、もともと相性がとても悪かった遠距離ユニットも、今では早く接近して簡単に処理することが可能になりました。ノックバックに対する抵抗力もかなり強くなったので、むしろ関係が反転したと見ることもできますね。さらに、HP も前よりかなり高くなって、最悪のカウンターだったバリスタもこれ以上何の脅威にもなりません。怖いですね。M16 の場合も同じです。ダークペザントに死ぬまで阻止や射殺するほどの火力を足すことができません。言ったようにもともと弱点はあっても強みがそれを簡単に覆うほど強力なユニットだったんですが、もうその弱点さえ消えたからこれ以上カウンターとかはなくなりましたよ。まあ、価格を考えたらこちらがもっと適切かもしれませんね。でも、
ただ持って投げるだけの今よりは、個人的に能力はこの前のがもっと良くないかと思いますね。視覚的にインパクトが大きく、敵を処理する速度ももっと速く。またね。さっきから一体何やってんだ。진짜세계관최강자들의싸움이다그친다같던게가맞나진짜전설이다진짜옛날에는날발렌대왕같은존재인데서세계최강전설적인형이된거보면진짜네ダークペサントの手は防御にも攻撃にも使用することができます。まず本物の手では敵に直接遠距離攻撃を加え、敵を捕まえて地面に投げつけたり、隣のユニットと衝突したりすると莫大なダメージを与えることができます。遠距離攻撃を手で塞ぐこともありますが、投射体の数がどれだけ多くても全部防げるので、遠距離ユニットの中には一度でも攻撃できるものさえあまりありません。前よりは確かに強くなりましたね。大部分こういう大遠距離能力は大砲や投石機のようなユニットに弱いんですが、むしろ手に握られると破壊力がさらに強くなるので、この調教手は事実上 P 戦と同じくらい危険です。遠距離攻撃では難しいから早く手を避けて近づくのはどうですか。理論的にはもっともらしいが、このような能力ではとても重い巨大ユニットも簡単に投げられますが、これらのユニットのほとんどが近接ユニットなので空中では戦闘が不可能であり、攻撃力もとても強いので、本人とスーパー P 戦闘を除き全てのユニットを一度に処理することが可能です。戦略については省略しましょう。そもそも一般的に運用できる価格でもなく、どの方法で運用しても他のユニットを相手には勝利は確定ですから。これらのユニットを使用すること自体が戦略です。めったにない必勝戦略なんですよ。もちろん価格が他の全てのユニットを合わせたものより79倍高くなるためにはこのくらいはしないといけませんが。次は。Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What 9,000? スーパーペサントは最も強力なユニットで、絶大な速さと力で敵を完全に破壊する。コスパなんかは意味がありません。全国ご覧の通り、スーパーピーセントの移動速度は他の全てのユニットを圧倒的に上回っています。
本来一番速いユニットを選ぶとしたらコウモリ、カラス、馬程度が通常のユニットに比べて約7倍程度速いです。ほとんどのユニットには簡単には対応できない速度です。これに対しスーパーピーセントの場合はとても速くプレイヤーのカメラが一つ得意な点は、スーパーピーセントの移動は一般的な移動ではないということです。スーパーピーセントは得意な攻撃メカニズムを有しています。一度攻撃するたびに前に短く移動しますが、攻撃速度が速いため自然に速い飛行が可能です。このおかげでいつも敵に向かって飛んでいくので、マップの外に飛んでも唯一自力で戻ってくることができます。ただこのために攻撃を止める能力のあるユニットで飛行を阻止することも可能です。キューピッド、ファラオ、ウィッチなどは独特な超体異常能力で一時的にスーパーピーセントを止めることができます。もちろん終わりは良くないですが、パート3で説明したようにウィザードは相手の速度に関係なくいつでも命中させることができますが、もちろんかなりの数では勝つのは難しいでしょう。またウィザードの攻撃はダークピセントも正常に攻撃できますが、 HP が高すぎて射程距離もさらに短いので通常勝つのは不可能です。価格は同じですが、ダークピセントとの戦いではほとんど常に優勢です。 HP の差が8倍以上あることを考えるとかなり驚きですね。ああ、この HP は意外な面で重要に作用したりもします。このゲームにもブラックホールがあります。バーグ TLC の機能の一つですが、ハープリングをブラックホールに変身させ、周りの全てのユニットを吸い込んでなくし強力なユニットに変えます。普通吸い込まれたらすぐ死ぬから、ユニットを説明するときは言うことがなかったんですが。この二人はブラックホールに耐えられる唯一のユニットです。たとえ戦闘では大きな意味はなさそうですが、この状況では2ユニットの HP の差を大きく体感できます。もちろんこちらは他の方法を使うことも可能でしょう。ついに終わりましたね。このゲームは開発中にかなり大きな変更を経ました。単純にユニットだけでなく、ゲームの構造と設計も今の姿になるまでにはかなり長い時間が必要でした。その過程では多くの要素が廃棄されたり忘れられたりするのです。だからこそレガシー派閥の存在はそれだけでも意味が大きいです。そしてユニットの具現もとても優れた水準ですから、昔の要素を懐かしんだ人たちなら好かざるを得ないでしょう。少なくとも私は、このアップデートは、Steam ローンチ以来ゲームに起こった最高の出来事であると言いたいですね。さあ、こうやってパート4も終わったので、レガシーシリーズは完結しました。楽しかったのか気になりますね。私は作りながら本当に楽しかったです。全部皆さんのおかげで可能だったことですよ。まあ、それではそろそろこの辺で終わりましょう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。効果が大きすぎるじゃんか。